疑問文でもサム使っていいんですかっていう質問があったのでお答えしていきます。ここにある例文っていうのは、まあ、会話文だったりでも、まあ、見かけるかなっていう感じなんですけど Would you like some coffee? コーヒーいかがでしょうか。でこっちから進めてるやつが一番上で Would you give me? ってやつはあなたは私にくれますかっていうことでいただけますかっていうことなんですけど、ここサムのパターンとエニのパターンがあって上の方が圧倒的にパターンとしては多いんだけれども、じゃあ下はダメかっていうと決して、ダメではないと、うん、いうことで、じゃあ何が、ポイントなのかっていうとサムもエニーもいくつなのか数量はいまいちよくわからないっていうところが共通点としてあるから、いくらかその量がわからん、共通点はあるんだけれども、じゃあ違いは何なのっていうと、ここが大事でして、サムっていうのはそのものはある存在していることがまあ前提なの。それに対してこのエニっていうのはあるのかないのかもわからないと。だから例えて言うなら、こっちはカフェでコーヒー屋さんですね。まあほぼ確で絶対コーヒー持ってますよね。だから店員さんに、注文何って言われた時にコーヒーいただけますかっていう時はサムなわけ。例えば友達ん家に行って飲み物なんかいるみたいなことを聞かれた時にコーヒーある、あればくれますかみたいなのがこっち。お家によってはコーヒー用意してないご家庭もあるじゃないですか。だからそういった場合はなんかサムで聞くと、絶対あんたの家コーヒーあるっていうの当然でしょみたいな感じで、まあそうとは限らないじゃないですか。なんでそういう場合は絵に使った方がいいかもしれない。逆にコーヒーショップ、ね、に対して絵にコーヒーとかって言ってたら、あるかないかどっちか分かんないって思ってるのなめんなみたいなことになっちゃうかもしれないので、一番上はエニーコーヒー絶対ないよね。だってあることが前提でコーヒーいかがですかって言ってるのに、なんだっけ、エニーコーヒーって言ってあるかないか分かんないけどコーヒーいりますとか言って、どんな店やねんって話になるじゃないですか。なんでここは絶対サムしか考えられないですね。うん、なんでいいですか、サムはあること前提、エニーはあるかないかもわからないっていうところですね。だからこの Any volunteer ってよくネイティブの先生とかがわかる人みたいな感じで言ったりするんだけど、まあ、それもサムボランティアだと結構強烈ですよね。絶対いるだろうみたいな、わかるやつじゃなくて、わかる人はわかんない可能性あるじゃないですか。なんでそうなってくると Any volunteer って言ってあげるのがまあ自然かなというところなんで、このサムとエニーの微妙な違いっていうのはちゃんと押さえておいて、疑問文でもちゃんとサムとかサムジング、サムワンとかっていうのは存在しますよっていうことで覚えておいてください。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you really know now The world is yours